某有名チャンネル知ってる？うん、なんか顔色悪いけど大丈夫。どもどもアダスです。どもども皆さんお久しぶりでした。りょうくん見切れない、ちょっと入れてりょうくんも入れてね、うん、サブリミナルトーク。あのね、みんなが気になってるアダスと畑の飛距離をね、今日は測りに来たんですよ、はい、またね、来ましたよ、サンドルとか。みんな大好きサンドルとか、はい、セール中だから。でね、今日は計測するのにいつもはね、トラックマンとかあのね、ユピテル、うん、あのキャスのプロギアのね、うん、赤いやつとか使ってたんだけど、今日はね、あのね、某有名チャンネル知ってる？他のチャンネルでズバババゴルフっていうクラブフィッターのチャンネルがあって、はいはい、それと同じ機械の、はいはい、さらに新しい機種がね、はい、置いてあるんですよ、サンゴルフ、はい、見たよこれ。もうちょっとセットしたけど、これはでもね、あのスピン量とか飛距離とかチャリとかも出て、うん、さらにこれ見て、ヘッドにこのシールを貼ることになって、はいはい、クラブの入り方とか、うん、こう軌道とかが全部詳しく出るっていうね、すごい機械、はい、でね、これがね、その本体なんですよ、こいつ。こいつから何かこう計測するビーム的なものが出てきて、はい、それをね、こう当たる瞬間をこいつ読み取って全て数値で表す、はいはい、でこれだけでもね、測れるらしいんだけど、それにあのパソコンをつけると細かく分かるわけね。弾道とか、はい、詳しく分析できるということになっております。なるほどね。お値段はなんか数百万円ですよ。お願いします。機械、まずなんていう、はい、あの機械なんですか、はい、あの GC クワッドっていう機械、GC クワッド、こちらのこれが本体になります、はいはい、でカメラが4つついてまして、4つ、はい、ボールの弾道を2つのカメラで追って、ヘッドの軌道を2つのカメラで追って、同時に4つのカメラで、インパクトの瞬間を見てます。なので、トラックマンや、などのドップラ式の、ボールの弾道を追って、はい、それからこうヘッドの向きとかを逆算するようなものと違って、実際インパクトの瞬間の打点とかその辺も分かるようになってる。カメラで撮った実際のデータを、はい、数値にして、数値にしてます、はい、なので、あの軌道はドローの軌道なのに球はスライスしていく、なんでだろうっていうのは打点の位置が違ったりとか、あ、そう、球が当たってる場所も全部分かるってことか、はい、それでまあ正確なフィッティングができるようになる、うん、まあ、今のいい当たりしたけどなんで曲がったんだろうとかっていうのもちゃんと分かる、はい、何から言ったらいいの？アイアンの7番アイアンで一度ちょっとやって、どういうものなのかっていうのをちょっと見て、はい、やってみましょうか。ほぼのフィッティングとか、はい、シャフトをどうしたらいいとかっていう時に使うだけで、料金発生するような感じではないんですよね、うん、あと来客とかもこれを見てちょっと合わせたりとかするっていうのに使っています。なるほど、外角見るのにいいね。外角見るのはすごくいいですね、うん、どう入ってるか、うん、実際、ね、うん、板打たなくてもいいってことでしょ。板打つのなんか嫌じゃないですか。怖いですよね、めっちゃ跳ね返るし。板打ったことある？なんか硬い板を引いて、うん、クラブの、ね、ソールにシール貼るみたいな、でそれを思いっきりねガーンと打つのが、へー、そのシールに、ね、どこが当たってるかって結構原始的な方法なんですね。そう、原始的で、塔が当たってたらこうします。へぇ、はい、じゃあ1球目いきたいと思います。ちょっとペラってるね。ちょっとダリ気味かな。はい、でもいい感じ、うん、ちょっとドローボールです、うん、はい、さっきのペラったのとから見ると思う。すげえ真っ直ぐいったね。真っ直ぐいったんですね、うん、1球目だけどね。1球目1球目147ヤード、はい、おお、これでもまっすぐ入ってるね。先気味に当たったイメージだったな、はい、そうですね。じゃあこれからいくか、はい、こっちが、はい、へえ、こういう感じです。
さっきの1球目が1球目は検索できてないからね。はい、この右上の球が傾いてるのは何ですか。はい、これは、スピンアクシスって言って、はい、よく曲がるのはサイドスピンが多いとか言ってるんですけど、うん、実際はサイドスピンっていうのはなくて、はい、スピンの軸の傾きを表しています。左に傾くとドローになりますし、はいはいはい、右に傾くとスライスになります。この度合いがきつければきついほどドローがきついとか、はい、スライスがきつい人はこのアクシスが右にこう傾きます。つま先上がりから打ってるとか、そうですね、そういうイメージで考えたらいいかな。はい、そうするとこうドローになっていくと思うんですけど、はいはい、これは結構いいドローですか。そうですね、これちょっとやりすぎ、ちょっと微妙な先に当たった正のドローかな。はい、じゃあこの2つ もありますし、はい、両方の意味ですね。これが、ターゲットに対し て 5.8 度パスがインから入ってます。うん、はい、でそのパスに対してフェイスが 5.8 度クローズになるので、うん、このことによって、一応、まあ、サイドスピンっていう表してますけど、実際はこういう傾きになります。うん、はい、でこれは横から見たところで、はい、ダウングローに 4.2 度入って、ダイナミックロフト、これが実際のインパクトのロフトですね、が 29.4 度、はい、若干立って入るのが普通だと思います。はい、でボールの飛び出しが 17.6、はい、でバックスピンが5124、だいたい7番アイアンですと平均すると6000回転前後ぐらいが適正なんですけど、多少ドローに入ってる分、バックスピンの数字がちょっと低くなってます。はい、ちょっと何球かじゃあちょっと、いい当たり出るまで帰れまてんで、いい当たり出るまで帰れまてん、ちょっと緊張しますね。これなんてどうでしょうか。うん、いいドローですね。うん、はい、おお151、はい、うんうん、これをメーターを見てみましょう。お、はい、お、若干こう、うん、近いところで打ってくるね。はい、少しクールダウンして当たってはいるんですけど、はい、インから 6.6 でフェイスクローズが 1.3 で、割とスピンアクシスがこうドロー目のスピンアクシス、はい、はい、ちょっとドロー強すぎですかね。インサイドから入りすぎですか。そうですね、どちらかというとこの度合いを少しもう少し半分ぐらいにすると理想的な軽いドローで、でスピンも量もそんなに減らないで、ちょっとスピン量下がり、はい、ちょっと少ないですね。はい、なのでどっちかというとキャリーで7番アイアンですけど138のキャリーなんですけど、ランがちょっと出ちゃいます。ラン系だもんね。ラン系のラン系 YouTuber だからこれは難しいな。軌道、クラブの軌道を変えるっていうのがやっぱ一番難しいね。それだとランが13ヤードあるんで、ピンがバンカー越えのピンが10ヤードっていうと止まらない。そういう時にやっぱり一番って大きいの思っちゃうね、俺ね。そして失敗する。いいそれで、でも奥にはいかないよね。奥に結局手前、一番って大きいのって手前のバンカー奥に行ったら痛くない。そういうのやる。ちょっとじゃあカットに入れるイメージ、はい、ちょっと一回やってみます。うん、左出たね。あ、でもまっすぐ。やっぱりちょっと引っ張ってたのかな。はい、いい当たりじゃない、はい、うん、当たってはいる。うん、まっすぐ行ってんじゃん、めちゃくちゃ。カットには入れてる感じなんですけど、実はあれでまっすぐなのかな。まっすぐですね。で、フェイスは若干クローズに閉じてフェイス毎回閉じてるね。うん、クローズちょっとコネコネ系だから、はい、それでも割とこうスピン力が少し増えて5180、まあ5200ぐらい、ツーダウン気味ですね。そうですね、はい、もっとじゃあ大角総理大臣、大角総理大臣調整した方がいいんじゃないか。もっと調整必要かな。うん、いいかな。うん、コンピコンピ系まっすぐ、うん、ドストレート飛んでは、本当ですか。140ヤード、
140ヤード、うん、ちょっと足りないな気持ち足りなかったちょっと足りないな。でもラウンド中だとこんなもんだよね。127キャリーやっぱ下側に当たってる、うん、でもやけにダウンボールに入ってんだ。そうですね、やけにダウンボールに、それだけは得意だね。下側に当たってます。そうですね、不思議だね。どうしてでバックスピンも少ないの。手前から手前ちょっとダウンする前に。ああ、はい、わかりました。そこちょっと調整させて、はい、調整させていただきますか。ちょっといい音した、うん、これね、今ちょっと真ん中ら辺に当たった音だと思う、うん、はい、わかりました、わかりました。飛距離規格じゃなくてきたけど、でもインサイドからは入ってる、ほら入ってるね、高くなった。あら、うん、インサイド入って今ね、フェイスクローズのという側、これアダスのなんか、うん、よくあるやつだね、うん、これが多いね、傾向としては。ちょっとさ、俺さ、こう少し遠くに構えてるんだけど、近づいてみたらいい結果になったりするかな、うん、もっともっと、え、松山、そうあれぐらいちょっと音良かったね、うん、お、なんか高さも出てるよ、出てる、飛距離も出てる、157、うん、お結構新、うん、いい高さ。アドレスじゃね、アドレスか、結局それだけで変わるの。でもなんかアドレスがね、やっぱり大事ですね、え、そう、アドレス変えただけでこんな結果変わるんですか。もう一回言ってみよう、もう一回言ってみよう、届ききってなかったのかもしれない。これで結果変わったらすごいよ。ちょっと近めにね、それぐらいかな。いや、1回だけだった。1回だけでしたね。たまたまいい時があった。15ヤード転がるって、グリーン手前に落とさないといけない。手前、グリーン外からかもしれない。グリーン手前のほうが。まあ、畑山は何 かに取り組んでるんですか、冬の間は。いや、だから肉体改造、プラクティス、そのアイアン、それ なんでこれを使い始めたの。いや、なんでって、そのやっぱりアダシがゼロス使ってひなこがやってるから決まってんじゃん。ミーハーだ、それ以外の理由のやついないでしょ、これ使ってる。これは市販ではない、ない、あ、市販のプロが、はい、もう松山はなんかこれとかえトーナメント支給、あ、そうなんですか、これ市販だ。いや、トーナメント支給と同じようなものをやっぱり使って練習するっていい。ゴルフオリジナル、オリジナルじゃない、普通ネット通販でしょ。1割増しで売ります。7番アイアンですね。7番アイアン、じゃあ何球か、はい、試しにね、少し左に向かって打つかな、マットと平行に。あ、当たり悪い、ちょっと悪い、うん、どういう弾道だと思う。低いと思う、低いスピン量ない、低くてスピンない。あ、そんなもんなかった。下は悪くない。あ、悪くないですか、はい、ちょっと下見当たった気がするんだよな、ね、いつも旗やんがハーフトップっぽくて止まるっていうのがこれじゃない、まさに。あ、めっちゃ下だやっぱ、はい、わー、ギリギリ。あ、でもバックスピンやっぱかかってないです。てか、めっちゃ開いてるんじゃん、うん、よくこれで。でも5300回、400回転、でも左コンスね、これで、はい、なんで巻くんだろう。開いてんだよね、開いてるんですけど、うん、先に当たってるんですよ、ね、あ、ギア効果ってやつだ、はい、はいはいはい、勉強したやつだ。普通これだと、このフェースのデータだと右に行くデータなんですけど、うん、これ意外とドローしてるんですね。遠側に当たるとね、ドロー回転になるっていうのね。やっぱ5000ぐらいだったら、アダスと同じぐらいキャリーで、ね、ラン出ちゃうんで、そうですね。あ、ほんとだ、はい、もうちょっとですね。めちゃくちゃじゃん、これでよくあんなままともに行くね。よくゴルフやってるわ、もう。なんかさ、これ普段自分が
当たってさ死んだと思ったところがさ、うん、実は違ったっていうのも分かるかもね。打ち心地気持ちよかったけど先っぽの方だったとかさ。芯に当たってない。芯に当たってない。誰も。いやーばっかり。いやでもなんか変じゃないよ特に。ややドローでちょっとヒール気味。うーん、でも悪くない、うん、スピンは全然ないわ。スピン量が少ないね。スピン量上げるにはどうすればいいの。カットに入れる。うん、それがカット入れたら入るかもしれない。でも曲がっちゃいそうだね。打ち込まないといけない。打ち込む、うん、そうしてもなんか下にばっか当たるな。本当はもっとこの辺に当たった方がいいんですか。そうですね。え、打つよね。え、ちょっと全然じゃん。俺ら下ばっかりじゃん、うん、打ち込んでるってことはそう当たるはずですよね本当は。でもあんまり打ち込んでないですね。ダウン、そういうこと。あ、ダウンにほとんど入ってないんで。あらららこれ見こうだ。ちゃんと打つとどこに当たるのかっていうの俺らじゃさ出せない。うん、良さそうだよ。今のいいよ。めっちゃいい。これはいいよ。今の。きた。きた。編集して全部これにしちゃった。めっちゃ飛んでるじゃん。追いすぎだよ。うん、おー、いいとこ当たってる。いいやっぱ芯。芯当たったね。うん、やっぱりちょっとしたけど。いや、ね、いいぐらい。こんなもんですか。はい。何回転？5300。あれちょっとやっぱ少ない。あんまダウンブラ入ってないもんね。うん。そうですね。パテンやっぱりアッパー気味になってきてるかもね、うん、ちょっとねインサイドからやっぱりそうなんだね。煽ってるかもね、うん、ダメだわ。いや今のは完璧だよ。完璧ですね。すげー飛んだもん。もっと飛んでも意味ないけど。打ち込むなんでこの飛んだの。ちょっと土井さん1球お願いします。いいですか。正解かどうかわからないけど。ちゃんと当たると自分のクラブじゃないんで何球かの言い訳できますね。おお、コンパクト。コンパクトなんだ、うん、なんか力がこもってるのにちょっと右に出ましたか。いやでも全然右じゃないんだ。150ですね。ああ、でもちゃんとインサイドからすごい。これでインサイドからすごい入ってる感じですか。入ってますね。え、4.8 でもそうなの、うん、俺6点なんぼだったよね。え、大丈夫。そうなんだ、あれで。うわー、すごい。マジ、すごっ。61。こんな感じだけど、はい、すごいね。おお、芯に近いとこ、ね、うん、ちょっとアップライトでもすごい、うん、ちょっとこれ立ってるアイアンだっけ。いや普通の、うん、39分だけど、うん、そのやっぱ比較的中から入っちゃう。そこが結構早い。同じタイプ。あ、同じタイプ。成長してこっちに変えたらこれが。村場も同じようなタイプ。同じ弾道でなんか TP 出るとか言ってましたもんね。それで断層したもんね。いつか土井さんみたいになれるんだと。頑張ればね。フェード打ってみてください。おお、捕まった。いやでも右手がちゃんと出てる。おお、いや、いいんじゃないですか、すごい。フェード、フェードのじゃあ結果を。これがいいんだ。このぐらいで打ちたいっすね。うわすごい、ど真ん中。マシンが取ってる。普段ってフェード気味打ちますか、ラウンド中。打たないです。打たないですか。もう普通です。すごくイズイというか気持ち悪いです。
普通にラウンドチャー捕まえて打つ感じ、はいはい、でもこうやってフェードを打とうとするとストレートボールが出ます。あほぼストレートです。そうですよね。で 芯にもちゃんと当たるし、体格もねちょうどいい、ちょうどいいぐらい、スピンも増えたし、これが 0.4、若干アウトから完璧にまっすぐ入ってる、リンツアウトかほぼ、フェードを打つ気になっても外からはほとんど入らないんだね。で、昔じゃあ相当スライス打ってた時ってどうなってたんだろうね。すごい外から入ってたのかな。昔は片打ちって言われてたよね。やろうとしても今できないよね。いつからか逆になっちゃう。そのフェードどうなんだろうね、あんなに勝ってるの。うん。フェードが落ちたいんだよ。